虫食いをオクサガエルは、ルクサガエルかオオクサガエル属に分類されるカエル。タンザニア湖有種である。体長3.9から8.5センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも体長5センチメートル程度。覆面には白と黒の反紋が入る。交際は金属光沢のある黄色や緑色。光子の後には水かきが発達する。 幼体の背面の体色は緑色で黒い虫食い模様が入ることが和妙の由来。オスの一部とメスは成長に伴い体色が褐色になり不規則な暗色の斑紋が入るが、オスの一部の個体は幼体の色彩を残したまま成熟する。森林に生息する。植生は動物食で昆虫類などを食べる。繁殖形態は卵生。うっに 水辺の地中に卵を産み、孵化した妖精は幸運による増水によって、近くの水場へ移動する。ペットとして飼育されることがあるため、日本にも輸入されており、族内では最も流通量が多く野生個体が流通する。テラリウムで飼育され、ある程度の高さがあるケージでの飼育が望ましい。床材に潜って休むことがあるため、ケージには、ヤシガラドや、 不要度などの保湿力を持つ潜りやすい床材をやや厚めに敷く。極度の群れには弱いため、蓋やケージの側面を金網などにして通気性を確保し、やや乾燥した環境にしておくほか、枝や流木、観葉植物などを組んで活動場所や隠れ家にしておく必要がある。飼育下では寿命は約5年ほどである。極度の低温には弱いため、陶器には 暖房器具を使用したり軽時温室に収納する水は全身が浸れる程度の水容器を用意し、夜間や消灯時に霧吹きで水分を与える。餌はコオロギなどをピンセットなどで各個体に与えるか餌容器に入れて与える。餌に対しては事前に野菜などの餌を与えたり、サプリメントを振りかけて栄養価を上げる。 生餌の場合は餌に反撃されたり逃げられるのを防ぐため、顎や触覚、甲子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。